前回こちらのハニーファームを作って蜂蜜は無限になったんですけども、また今度違うものが足りなくなってきました。それはですね、この建物にも使われているように木です。今木が圧倒的に足りません。ここにあるホッパーやチェスト、ピストンなどをね作るには大量の木が必要になります。今後もたくさん必要になってくるので、今回は全原木対応のツリーファーム作っていきたいと思います。でこの前の私のワールドにも全原木対応のツリーファームはあったんですよ。なのでこれと似たような感じにはなるんですけども、今回はなんと外装付きです。この外装がまあすごいので、皆さんよかったら最後まで見ていってください。それでは始めていきましょう。これが材料リストになるんですけども、トータルブロックスが71000。まあいつもの感じからすると少ないかもしれませんが、ツリーファームってね、まあ知ってる方いると思いますが、かなり構造が複雑で、いろんなブロックを使ったりとかするわけですよ。なので、それで7万っていうのはかなりの数になります。で、下にスクロールしていくとわかるんですが、種類が多すぎますね。この種類の多さは、なかなかないですよ。まあ早速集めていきましょう。基本的には回路系のアイテム集める感じになります。オブザーバーを作ったり、チェストたくさん作ってから、それを全部ホッパーにしていったりします。蜂蜜ブロックも必要だったので、前回作ったハニーファームの蜂蜜早速使っていきます。このハニーファームの倉庫に行くまでの細い道めちゃめちゃ好きなんですよね。で試運転で少ししか動かしてないんですけど、もう2シルカーボックス分の蜂蜜ブロックがあります。赤い砂岩が欲しかったのでサンドデューパーのところに来ました。これ効率が毎時7万2000くらいで、まあ、申し分ないじゃないんですけど、ストレージ側がねちょっと弱めです。なので近々しっかりとしたものを作りたいと思います。で他にはリピーターを作ったり、コンパレーターを作ったりします。まあここら辺のアイテムはね、やっぱ作るの大変ですね。シュルームライトも4スタックくらい必要なので、ネザー行って取ってきました。今回作るツリーファームでシュルームライトを無限に手に入るんですが、やはり手動で回収するってなると、このたったの4スタックでも結構時間かかっちゃいますね。磨かれた深層岩とか結構必要なんで、こんな感じで掘ってもらってます。ちょっと首が荒の方向向いてしまってますけど、拠点に深層岩たくさんあるんですけど、深層岩から磨かれた深層岩って作れないんですよ。深層岩を加工するには深層岩丸石っていうシルクタッチじゃないツルハシで掘る必要があります。前の露天掘りの時にシルクタッチで取っていたので、片手で置いて片手で壊すっていうのをやってました。材料リストでは灰色のガラスってなってたんですけど、実際必要なのは黒の色付きガラスが1万6000個です。つまり黒の染料が2000個くらい必要になります。まあウィザーローズファームとかイカスミファームないので、こうやって手動で集めるしかありません。これで材料は集まりましたね。まあ見ての通りいろんな種類があります。まあこれとか見ればわかるんですけど、本当に種類が多くて作るの大変かなって思うんですよ。そして建設現場はここになります。回路用サーバーのリスチからまあまあ近いところですね。ツリーファームなんで使用頻度は高いと思うんですよ。なのでここにします。で下の方ちょっと綺麗にしなきゃいけないので、まずは木を燃やしていきます。火を燃やし終わった後はビーコンを置いて軽く整地していきます。これで整地完了ですね。結構な広さにはなりました。 Y も59あたりまで掘ってます。で次はこの材料を今一括で全装置分集めちゃってるんで、今回作る装置7種類あるので、各装置ごとに材料を分けていきたいと思います。装置は7台なんですけども、材料は9箇所に分けます。チャンクローダーと倉庫用ですね。なので1人1種類ずつ手分けしてやっていきます。でまあこれだけのブロックの中から自分の装置用のものを引っ張り出してくるってことで、最初の方はねなんとなくでいけたんですけど、後半からは地面にシュルカーボックスが散らばりまくって、特定のブロックが欲しいってなってもそれにたどり着くまでに何回も何回もねこうやってシュルカーボックスを開ける羽目になりました。とりあえず仕分け終わりました。シュルカーボックスに詰めると全部一つのチェストに収まるので、意外とコンパクトに見えますね。そして今から2人1組になってもらって6箇所同時並行で装置立てていきます。こんな感じで今みんなチェストの上に立ってね士気を上げてるところです。で自分たちのアイテム取って建設現場へ行きます。まあ、こっからはね競争みたいなもんですよ。どん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 作っていきます。じゃあまず最初ダークオーク製造機ですね。この装置はゼロタイムリングさんという方が作ったもので、ダークオークの原木のみのために作られた装置です。私の以前のワールドでも作っていました。今回作る7つの装置の中で一番小さいので比較的早く完成しました。そして次は土製造機
同期ですね。これも最近見たよっていう人結構いると思います。私の前のワールドで 2,3 ヶ月くらい前に作りましたかね。もう本当につい最近のことなんですけど、結構記憶に新しいです。この土製造機はキュアンズさんという方が開発したもので、大量の土が手に入ります。以前作った時は全部で7時間くらいかかったんですけど、今回なんと3時間で終わっちゃいましたね。そして次がネザーツリーファーム。ネザーの木であるシンクの幹や歪んだ幹、あとはそれらのウォートブロックだったりシュルームライトを収穫できる装置です。この装置はクレブスさんが開発したもので、効率は以前紹介したと思いますが、化け物みたいな効率してます。そして次は UTF、 ユニバーサルツリーファームですね。ユニバーサルってだけあって、いろんな種類の原木をここで生やすことができます。以前私が作ったのは別の方が開発したものなんですけど、今回作ったものはプレキシーさんが開発したものです。オーク、シラカバ、ジャングル、アカシア、頭皮の原木を増やすことができるので、このツリーファームの中でもかなり重要な装置になってきますね。この装置動かすためにかなり時間かかってしまったんですけど、それはまた後で解説します。そして次がマングローブファームですね。マングローブって生え方が特殊で、こういうファームを作るのは難しいんですけども、なんとこの装置毎時6万5000個もの原木が手に入ってしまいます。これは土製造機と同じ製作者であるキュアンズさんが開発しました。サイズ感はかなりデカめです。そして次が頭皮の原木製造機。これも以前作ったことありますね。この装置はフロッピーさんとハンプターさんという方が開発しました。毎時46万の頭皮の原木が手に入るので、どんな木材でも作れるようなやつはこの頭皮の原木で作ると思います。前作った時はラーマがね、何回か死んでしまうっていうことがあったんですが、今回はそれがないことを祈ります。そして次は骨粉製造機ですね。この装置はダークさんという方が開発しました。これはこのツリーファームを動かすのに欠かせない存在となるので、本当に心臓部分ですね。毎時7万2000以上の骨粉が手に入るのに、このコンパクトさで収まっています。そして次は倉庫部分ですね。ここには38台くらいのシルカーボックスローダーがあります。今まで作ったものの中では確実に一番でかいですね。前に作ったツリーファームと同様にレールとオブザーバーで信号を伝えているので、この倉庫付近は回路がかなり入り乱れています。そして最後にチャンクローダーを作ります。このツリーファーム全範囲をカバーするには9台のチャンクローダーが必要になります。はい、これで全部の装置完成しました。なんとですね、これ全部完成するのに8時間しかかかってないんですよね。10人くらいでずっとやってたってのもあるんですが、改めて思うとこれ8時間ってやばくないですか。でこの次はですね、外装を作るためにオークの木が本当に大量に必要なんですよ。なので早速このツリーファームを使っていくんですが、まだこれ全部装置が動かせる状況ではないんですよ。最終調整とかちゃんと動くか確認しないといけません。なので最低限オークの原木は UTF で手に入るので、この UTF とそれの骨粉を供給するための骨粉製造機、まずはこの2つを動かせるようにします。でですね、このツリーファーム作り始めたのが16時、完成したのが24時ぐらいなんですけども、寝ている間にツリーファーム動かして原木集めたいので、なるべく早く UTF を動かせる状態にしたいわけですよ。なのでこの時これが完成するまで寝ないっていう決心をしたんですが、それが悲劇の始まりですね。でまずはネザー側のチャンクローダー作り忘れたので、それを作ります。で作り終わってゲートちゃんと繋がってるか確認したんですけども、なんかどうやら1個ずれてるっぽいですね。9個あるチャンクローダーのうち3個分だけトロッコが帰ってきませんでした。でよく見たらネザー側作る座標が間違えてたっぽくて、1回全部壊してからもう1回作り直しました。トロッコもちゃんと往復していたので今度こそ大丈夫ですね。では次は骨粉製造機を動かすために骨粉充填していきます。初期投資として各層7スタックずつ骨粉を入れます。全部で33層あるので、それだけでも結構な量になりますね。そして終わったら装置を起動して骨粉製造機がちゃんと動き始めました。この骨粉製造機は本調子になるまで数時間はかかります。ただ UTF を動かす分には今の状態でもいけるので、このまま UTF 動かしてみたいと思います。で試しに苗木1個植えてみたんですが、見ての通り暴走し始めました。これを動かす時すでに午前3時なんですけども、ここからこの装置のどこが壊れてるかを究明していきます。でまず1箇所ちょっと間違ってる部分
分があったので、そこを修復してなんとかジャングルの原木は回収できるようになりました。正常に動くとこんな感じです。ただですね、多くの原木モードにすると今度また壊れてしまうんですよね。でそれの原因をいろいろ探していたら、まあ、この水路ですね、この水路がレッドストーン信号を遮っちゃってて動かないっていうすごい初歩的なミスをしてました。まあただね、こういうミス探すのがだいぶ大変で、なんだかんだ3時間以上かかってしまい、完成したのは朝6時。もうすでに外明るくなってて、ちょっと複雑な気分になりましたね。でここからちょっと放置して多くの原木集めていきます。ユニバーサルツリーファームを動かしてから、まあ、かれこれ6時間7時間ぐらい経つんですけども、骨粉製造機が1台壊れました。この丸石をね、取り除かないといけません。今装置あまり止めたくないので、まあ、動きながらこうやってやってるんですけど、ちょっと動きづらいですね。こうはい、そんなこともありましたが、まだ多くの原木は目標数の3分の1しか集まっていないので、他にできることをやります。まずはこのツリーファームのネザーゲートを直していきます。プレイヤーの出入り口用とチャンクローダー部分に分けようと思ったんですが、なんとチャンクローダーと干渉してしまうんですよね。ネザー側でプレイヤーの入り口用から入ることができず、ツリーファーム側の上から出てしまうっていう、まあ欠陥がありまして、まずはそれを直していきたいと思います。でついでにアンロードプルーフっていうチャンクローダーと似たような役割をする装置を壊れないようにする装置があります。でそれには氷渡りのブーツをつけた防具盾が9個必要なので、まずは村人と交換してエンチャントしていきます。はい、これで準備は整ったので、チャンクローダー部分直していきたいと思います。今上の方にチャンクローダー作ってるんですが、完全に地下に埋め込みたいと思います。その方が見栄えも良くて、ネザーゲートの干渉も起きないためです。下の方に穴を掘っていき、チャンクローダー作る部分軽く整地していきます。はい、これで整地は終わりました。でこのままだとモンスターとんでもない数湧くので、ハーフブロックで敷き詰めたり壁の方を整えたりしていきます。はい、これで湧き潰しも完了しました。そしたらここにチャンクローダー作っていきます。はい、これで完成です。でこっち側動かしたっていうことは、ネザー側のチャンクローダーも地下に作んないといけません。ネザー側は岩盤に近いところにチャンクローダー作ります。これで完成です。そうしたらゲンス側の上のチャンクローダー壊して完全に完成しました。そうしたら次はアンロードプルーフを作っていきます。これはだいたい各装置1台置く感じですね。サーバーが落ちた時に自動で装置を停止してくれて、なるべく被害を最小限に抑えてくれます。まあ、こんなコンパクトな装置ですけど、今回初めてこれ知ったので、今後対応していくと思います。そんなことをしている間に、多くの原木が220種類カーブ集まりました。ブロックスに換算すると38万ですね。でこれだけの多くの原木を何に使うかというと、さっき言った通り外装に使えます。ということで本格的に材料集め開始していきたいと思います。で外装に必要な材料リストはこんな感じです。トータルブロック数が22万5000で、この多くの木が18万5000必要です。これ必要最低限の数しか載ってないんで、実際はもっと多く必要です。なので余裕を見て38万くらい集めました。まあその他にも樹皮を剥いだ木がたくさんあるんですが、今度はそれらを集めていきたいと思います。樹皮を剥いだ原木が2万近く必要なので、拠点近くでみんなで剥いでいました。深層岩から深層岩丸石にする過程と同じで、片手で原木を置いて、片手で斧を持って瞬時に剥いで壊すっていうのを繰り返していました。途中横で6人並んでやってたんですけど、絵面がシュールですね。斧が壊れそうになったら経験値の配給もしっかりとあります。これで樹皮剥ぎ終了です。小物系はこの間に他の方に集めてもらったので、残りは30万以上の多くの原木を多くの木へと変換していきます。シュルカーボックスから原木を出す係と、多くの原木から多くの木へとクラフトする係、そしてその多くの木をシュルカーボックスにまた詰める係と分かれてやっていました。外装の材料は集まりました。とりあえず多くの木は130シュルカーボックス分集めました。22万くらいですね。でその他にさっき樹皮を剥いだ木だったり細かい材料があります。でこのツリーファームの外装なんですけど、サムネ見た方なら分かると思いますが、切り株を作ります。でかなりでかいので、切り株の範囲内の木をまず全部燃やしていきます。全部燃やし切るとこんな感じです。
だいぶ広いですね。でこの次に避雷針設置していきます。過去に世界樹を作った時雷雨で燃えかけるっていうのが結構あったんですよ。なので Y320 高度限界あたりに避雷針を立てていきます。避雷針も立て終わったのでいよいよ作っていきます。基本建材は多くの木なので大量に持って下から順番に作っていきます。2時間くらい経ってこれくらい進みました。だんだん輪郭が見えてきたって感じですね。真ん中のごちゃごちゃしている部分がツリーファームの部分なのでかなりでかいですね。その後も引き続き作っていきます。はい、これで3時間経過しました。もう結構下の根っこ部分は終わってきてますね。ツリーファームも半分くらいまで木の壁で埋まっています。外装の完成は一番最後に見せたいので、その前にですね、ツリーファーム今コップン製造機と UTF しか動かせないんですけど、他の製造機も動かせるようにしていきます。まずはダークオーク製造機ですね。ダークオーク製造機はこの金床部分にホッパー付きトロッコを埋めないといけません。これが意外と難しくて適当に位置調整したらできました。そして実際に装置を動かしてみたところ、ちゃんと動いてるっぽいですね。ダークオークの苗木植えてみてもしっかりと育った後すぐに破壊されています。ダークオーク自体は苗木の回収率が低いので、しばらくはちょっと不安定な状態にはなると思います。そして苗木回収用のフィルターを設置したり、原木の他にボートリンゴが回収できるのですが不要なので、それ捨てる用のフィルターもつけておきます。そしてダークオークファーム用のボックスローダーにフィルターセットして完成です。次はマングローブファームですね。こちらはポドゾルにトロッコを埋めないといけません。テスト用ワールドではちゃんと埋まったんですけども、こっちではなかなかちゃんと埋まらず、微妙な位置調整を何回か繰り返しやっと座れるようになりました。このトロッコに乗ってポドゾルにマングローブのムカゴを植えると生えます。まあ、視点がぐしゃぐしゃしてて分かりづらいと思うんですが、これちゃんとマングローブが生えてるんですよね。そして次が NTF ネザーツリーファームですね。こっちは試運転した時 TNT 増殖装置がちょっと変な挙動してたので装置止めたんですけど、なんとその部分が爆散しました。水と溶岩が流れまくってて、ちょっと修理に手こずりましたが、なんとか動きましたね。そしてボックスローダーの仕分け装置セットしていくんですが、全部で13台あるのでなかなかに時間がかかりました。次は頭皮のツリーファームですね。こちらはいつものようにラマを入れます。このラマは装置製作の終盤あたりにエリトラで上空から運ばれていました。まさか上見た時にラマがいるとは思えませんでしたね。このラマを地面に埋めるのも結構大変なんですが、まあ、今まで何回かやってるっていうのもあってスムーズに終わりました。でその後一回動かしてみたんですけど、なんか動かなくて、いろいろ試行錯誤した結果何箇所か置きミスしてるところがあって、それ直したら動きました。この装置の修復にもなんだかんだ5時間くらいかかってますが、ちゃんと動いてよかったです。この頭皮の製造機は毎時46万なんで、一瞬でチェスト1個分の原木が流れてきます。こっちもボックスローダー9台分の仕分け装置をセットして完成です。そして最後は土製造機ですね。こっちは骨粉がフルで充填されるまで結構時間かかるので、数時間骨粉製造機だけ放置して動かしてみたところちゃんと動きました。これでツリーファーム自体は全て完成ですね。装置の建設は8時間くらいだったんですけど、全部の最終調整とか合わせると結局30時間以上かかっちゃってます。では残りの外装部分作っていきたいと思います。ということで今回は全原木対応のツリーファームとそれの外装である巨大切り株を作ってみました。いや、この切り株めちゃめちゃでかいですね。斧が刺さっていて一番上にはリスが乗っかっています。そしてこの切り株なんと完成までに10時間しかかかっていません。こう考えると
あまり建設に時間ってかかってないんですよ。ほとんどが設計などの準備に費やされています。まあこれでも原木に困ることはないですね。では最後に今回作ったものを振り返って終わろうと思います。それではまた。